はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキー製造工場へようこそ。工場長の龍です。さあ、本日なんですが、ヤタガラスというモンスター皆さんご存知でしょうか。まあ、ご存知の方もねたくさんいらっしゃるかなと思うんですけれども、このモンスター7月の11日よりなんと無制限と。いよいよヤタガラスさん3枚使えるようになるということで、今回はヤタガラス3枚ぶち込みデッキを作ってきました。はっきり言っていいですか、ヤタガラスが強いか弱いかについて、これずっと永遠に謹慎されていて、最近ねあの3枚やっと使えるようになったカードなんですけど、はっきり言って現代遊戯王においてこのモンスターマジで弱いです。これしょっぱらデッキ紹介しょっぱら言うことじゃないんだけど、このモンスターマジ弱いんですよ今の現代遊戯王においてはね。昔はねそれは強かった時もあったかもしれないけど、これやっぱね、あのね、相手に戦闘ダメージを与えた場合に次のドローフェーズスキップとかいう効果があまりにも遅い。で、特殊召喚できないという縛り、そして悪魔族レベル2っていうのが非常にあのサーチがしにくい、まあ、ステータス。そして召喚リバースしたのエンドフェーズに戻っちゃう効果。まあ、全てにおいて弱いんだよね。やっぱこの現代遊戯王とマッチしてない効果。で、まあこれどうやってこのヤタガラスを使っていけばいいかって話なんだけど、やっぱね、まあ、使うとしたらやっぱり前半でするしかないんですよ。相手のターンを、まあ、スキップするか前半でするかどっちかですね。まあ、スキップしても結局手札がなくならないから、やっぱ一番前半でするのが良くて、で、前半ですしてた上で、まあ、次の開始の自分のターンでヤタガラス出してぶん殴り続ける。これで相手は何もできないから、まあ、これをね、狙っていくのが一番いいなと思って、で、まあ、前半でスキミックだったら正直何使ってもいいですよね。あのヤタガラスプラス前半でスキミックだったら何使ってもいいんだけど、今回は一応大好きな、覇王竜ザーク前半でスコンボを持ってきました。はい、まあ正直別に前半ですわ。これじゃなくてもなんかラビリンス使って神殿の、ま、守るものしてもいいし、キマイラ使って神殿を守るものとかのギミックでもいいし、なんか、まあ、何やってもいいんですよ。ノーレラスとかでもいいし、ノーレラスでデッキトップとヤタガラス引くとかでもいいけど、なんか本当 何やってもいいんだけど、前半ですギミックプラスヤタガラスっていうギミックを、お披露目したいなと思って、今回は覇王魔術師デッキを持ってきましたと。魔術師は入ってないか、覇王リューザーク前半ですデッキを持ってきましたと。でそこに、ヤタガラスが入ってるだけで、ヤタガラスのサーチが基本的にはむずいっていうか、まあ、クリッターとか、なんか、ウィッチくらいしかないんじゃねえかな、これ。なんかサーチむずいんですよ、マジで。このモンスター。なんで、今回はなんか、ペンデラム召喚とか頑張ってした後に、なんか強引にスカルデッドで引きに行こうと思ってます。ペンデラム召喚っていろいろモンスターババーって出るから、その4体ぐらい余裕でモンスター出るんですよね。だからスカルデッドで4枚ドローしたらさすがに引けんだろうっていう、まあ、そういう感じの構築になってますね。で、ちょっと、5発なのはヤタガラス召喚するところでペンデラム召喚して殴ったら勝ちじゃないですかっていうコメント、このねコメントしてくるやつらもね、本当片っ端からブロックしようと思ってる、通報してブロックしようと思ってるから、ヤタガラス召喚するところで他のモンスター召喚して殴ったら勝てるんじゃないですかって言ってくるやつね、マジで本当空気読んで本当に。というわけで、救済していきましょう。ヤタガラスをデュエルスタンバイ。ヤタガラスがなんか制限解除されて、まあ、診断どっかで実装されたと思うんですけど、あれから皆さんヤタガラス使ってる人見ました？僕はね、見たことがないです。マジで見たことないです。ヤタガラスを使ってる人、本当にね、あらまりにも救済モンスターだよねこれ。マジでさ、ちょっとイカれてんだよな。もうなんか現代遊戯王でさ、なんかさ、出して殴ってドローフェーズスキップするだけとかもう終わっていこうか、普通に考えて。なんかさ、そのモンスター出して殴るよりも他のモンスター出して殴った方が強くねっていうね。しかもサーチむずいし、まあ、魂持ってくるしかないか。これあれだな、魂持ってきた上でこのエレクトラに行くと上スケールになってやばいこと起きるから、ビヨンド行くしかないですね。これちょっと P マイエレクトラム無理でした。ペンデラムスキルがなくて、なのでちょっと1回、奇跡出しまして、で奇跡効果起動する、はい、で上スケ持ってきて、で08でペンデラム召喚ですね。はい、まあ、これで2ミルって言われたらおつや。2ミルケアできません。すいません。揺れろ魂のペンデラム。
天空に崖、光のワーク、ペンデラム召喚。ここでエレクトラム、なんか2ビルなさそうだな。2ビルなさそうなのはありがたい、非常に。で、2体使いまして、エレクトラムから爆破する。アストロ回収する。これ何送ったらいいかな、まあ、アストロ回収、アストロウーサかな、これ多分。で、ヘビーメタルフォーズエレクトラムの効果発動。これは、ダークブルーム持ってくる。はい。で、ヘビーメタルフォーズエレクトラムの効果発動する。青モンゼロ爆破して、アストログラフ持ってくる。で、アストログラフ特殊召喚&サーチ&ドロー。これで、まあ、何引いてもそんな強くねえか。この状況だと。あんまり。はい。で、モンスター手札に加えます。青物の私送りますが、これ召喚権だからダークブームとか。ああお前やる気あるね。お前やる気あるやん。やるやん。なるほど。まあ、じゃあ、一旦ウーサ、2ウーサですね。2ウーサして、で、ちょっとアストログラフ残しておかないと、覇王天竜の魂が打てないんですよね。マジでうざいんですけど、まあ、こうしまして、はい。で、セット、召喚権まだ使ってなくて草なんだけど、まあ、セット、で、まあ、ちょっとダークブルーも引けませんでしたので、まあ、普通にこれエンドですね。で、相手の、スタンバイフェーズから動きます。はい。わからせます。このゲームがどういうゲームかってことをな。さあ、ドロフェーズを起する。で、スタンバイフェーズ。スタンバイ、いきなりさ、スタンバイフェーズにさ、覇王天竜の魂打つのもどうかと思うけどね。これこれで出てきたあのザーク、効果有効になってるんで、相手のフィールド上のモンスター全部パスするっていう効果あるんですけど、これマジで、クソもったいねえけど、しょうがねえ、前半でするしかないから、俺は前半ですがしたい。俺は前半ですがしたい。だから、この使い方するんだら、覇王竜の魂でもいいんですけどね、別に。天竜の方じゃなくて。で、覇王竜ザーク、爆弾そして、ハオリウザークのモンスター効果、これは無効に、実質無効ですね、これ。何もないんで、相手のフィールドのカードが。で、トラップトラックの効果を発動。トラップトラックの効果により、ハオリウザークを爆破し、デッキから通常トラップカードを1枚セットすることができる。これにより、トリックスターリンカ、あ、これ、かく乱させるのがいいな、これ。除外するから。トリックスターリンカネーション。これなんか、この間の、リンカネの、なんか、惰性で作ってたけど、これ、あれ、かく乱させるのがいいわ。はい。で、トリックスターリンカネーション、効果発動。トリックスターリー、まあでも相手の手札が強かった場合は除外したら結構効くみたいな話はあるんですけど、ホルスクリストロン、何これ。で、ハオーリーザークの効果を発動。お前カードドローしたな。すべて破壊してやる。よし。何これ、クリストロンホルスっていうデッキあんの、知らねえ。はい、エンドフェイズ来た。まあちなみに墓地のね、送られた時にカード発動してもウーサル無効にできるんで。はい。で、ヤタガラス召喚、バトル。あ、ペンデラム召喚しろってか。うるせえな、黙れ。ペンデラム召喚して殴ったら勝ちやですか、リュウさんって話ですか。知りませんね。僕はヤタガラスで40回殴りたいんですよ。僕はヤタガラスで40回相手の顔面を殴り続けたいんですよ。知るかそんなこと。40ターン俺に付き合ってもらうぜ。おい。うわ、なんかまあまあ強そうな反動してんじゃん、これ反動まあまあ強そうじゃね。先行しかったな。デストイパッチワークオッケー。そういえばあれでしたね、また今回のデュエルストカップもこの、まあ、デストイ軸じゃないけど、楽園がなんかめちゃくちゃ強かったらしくて、まあ、金アイコン取られてた方いましたね。はい。なんかデッキさ、マジで使いこなせる人がいないだけでさ、デッキパワーはいつもクソ高えんだよな。使いこなせる人がいないけどね。あんまりめちゃくちゃむずいからね、楽園って。かなりそのテクニックが必要になるデッキだから、やっぱその生半可な覚悟ではやっぱこの道に入ってくんだみたいな話あって、結構やっぱプロが使うのと素人が使うのと、その強さの差が激しくなるデッキっていくつかあると思うんですけど、楽園はかなりそのタイプのデッキですよね。炎王スネークアイとかもそうだと思うけど、
レシケースとか、なんかマジでその俺が使う何楽園とやっぱそのプロが使う楽園ってもう別デッキなんですよ。はい、だからティア表とかに楽園とか書いてる、まあたまにね、ありますけど、なんかその環境上位のデッキ一覧みたいなので、ティア1楽園みたいな、あれマジでね、皆さんもね、気をつけた方がいいでしょ、使うときは。そのあれ絶対その下に、ただしプロが使う場合によるって、あの米印書いた方がいいかな。マジで、うん、そういうデッキやから。ヒマイラフュージョン打ちすぎ問題発生中。うわ来たー、幻獣魔王ちゃん来た。これちょっとあでも結界像意外と闇属性割と多くて特殊召喚できるとかないかな。いやでもな、覇王門の魔術師控えだな。覇王門の魔術師と闇属性に変えてもらっていいか。デストーイパッチワークサーチング&バフォメット持ち送り、えあやば、神殿を守るもの、やばいやばい、ちょっと待って、急にクソゲー起きそう。普通の決まるかと思ったら急にクソゲー起きそう、これマジ。さあ神殿を守るものからの、え知らな、その効果何す、あれはそんな、なんかそっちはプトレマイオス、えなんだこれは、一体全体何が起こっているというんだ、わまるでわけがわからんぞ。どういうこと、何バフォメット出てきたの、あの普通のあのユウギさんが使ってる方の、ユウギさんが使ってる方のバフォメット来たって、プトレマイオス、ああ俺のオットアイズエボリューションドラゴンが、名前かっこよさティア1なのに、ドロー、ワナビーだね、くっそいだね、プトリマイオス、はい、プトリマ効果、プトリマ効果発動、やばい、攻撃の竜メインフェーズにしか使えねえから、なんか全然引かんねえ、速攻魔法のくせにふざけんな。で、アーティファクトデュランダル、やばい、あ、これやばいわ、あ、やばいわ、これ、あ、やばいわ、落ち着きましょう、落ち着きましょうよ、あー、やばい忘れんよ、僕の手札が全てデッキに戻って引き直せないっていう話、うえ前半デスしようと思ったら前半デスされたんだから、ちょ待ってくれや、ちょ待ってくれや、うわスカルデッド、スカルデッドやばい、で4枚ドロー3枚捨て、いやまさかこれ来るか、これこれ来るんじゃねえか、これ来たやべ、考えてること全く同じだったわ、考えてること全く同じで草、俺もねそれやろうと思ってたんですよ先生。一個言っていいか、全感電してヤタガラスで殴るくらいだったら他のモンスターを出して打点を高くして殴って勝て